1> 第1章ですね危険物に関する法令ですそれで1の1ですね消防法上の危険物消防法ですよはいで模擬問1ですねで法別表第1これは法っていうのはこれ消防法のことを言ってるんですねで別表っていうのはあの消防法の一番後ろにですね表が載っておりましてそこうちの第1とか第2とかあるんですがその 別表の第一の危険物につきまして次のうちですでまず1番の読んでいきますがガソリンは第1石油類に該当するそれから灯油は第2石油類に該当するそれから軽油は第2石油類に該当するそれから重油は第4石油類に該当するとそ,そういう問題ですね。 それの誤っているものはどれかと。そこで誤っているものは、えー、回答の4なんですね。つまり重、えー、油は第4石油類に該当するっていうのが誤っているわけです。で重、えー、油っていうのは、えー、第3石油類に該当するんです。解説ですね。解説。従いまして、えー、4の重油の第4石油類は誤りですね。 第三セキュリなんですからそこで先ほども申しましたけども「法別表第一」というのは問題も「法別表第一」で出てくるんですよね。そうすると当然消防法の後ろにある別表第一の第一票のことを言ってるわけです。